はい、ひとつきまわさしみずです。文春法炸裂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 、5発連続炸裂、木原誠二官房長官、副官房長官。こちらですね、えー、奥様の殺皮事件疑惑というですね、ことがありまして、で、これをですね、文春がずっとにぎわしております。で、なのに、なんでなんでどうして テレビとか新聞は取り上げないのかなっていうのがですね日刊現代のこの記事にあったんですよねテレビ新聞なぜ沈黙首相側近木原政治官房副長官異次元不倫は広末涼子ダブル不倫を超えるなんとも素晴らしい見出しだなと思うんですけどでも確かにそうなんですよ確かにそうなんですでまあ木原問題についてはですね私や安富さんや佐藤さんや本間さんも取り上げたりしてるんですけどもまあやっぱり他が取り上げてない分内ちに集中してですね チャンネル登録あっという間に28万人突破ありがとうございますっていうところもあるんですけど、うん、まあなんかね不自然そんなにそれほど守るでべき人間なのっていうところもよくわからないでそうこうやってる間にですねマイナンバーカード巡りですねもうずたずたになっていく内閣支持率もうこのまんまではですね悪夢が蘇りますね自民党の皆さん 解散できないまんまズルズルいって、えー、ギリギリに解散した麻生内閣破れちゃいましたね破れちゃいましたね自民党野党になっちゃいましたねあの時みたいになっちゃうんじゃないかな大変でっていうところも含め、えー、今日はメディア広告専門家である本間さんと話をしていきたいと思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますま,まずこの動画から見る人向けにですねあの岸原問題木原疑惑これ何なのと いうところをちょっと話をしていきたいんですけどまずですねあの木原さんが何かやったってわけじゃないんですよねこれ「週刊文春」の見出しとかを読んでいるとまるで木原さんがなんかくざーってやってでそれを権力でもみ消した俺は権力者ゲー <laughs> みたいなふうに読めるんですがまずそうではありませんで木原さんの奥様がもしかしたらっていう話で,でさらにそれをもしかしたら木原さんが握りつぶしたんじゃないか。 ななんんでですよでこれなんしかも木原さんの奥さんが木原さんと結婚する前の前の旦那さんが28歳の段階でなぜか不審なああのー、まあ、死をお亡くなりになっていてでですねでこれ、かなり不自然ではありますまずですねなんか頭上から喉元に至るまでぐっしゃーっていうふうにやってるんですよね。でそれを自ら命を絶ったこれ無理でしょってまず思いますよね。 でもうでさらに不自然なのは本当にそれは奥様の供述をあの信じるのであればえっと自分からこうやってお亡くなりになる時に、えっときに急にあのちょっと大日本帝国ネタ出して申し訳ないんですけどアナミコレチカというですねあの大臣がおりましてもう自らこの一死大罪を持って差し立てます。ドン うーんでそして、どしこれあのね、あの三島由紀夫だったっけ？誰が演じたけ？あのー、日本の一番長い日で、あの演じてた時き、うん、あの三船太郎、ね、あ三船三船三船三島じゃねえよ。なんでなんで島なん<笑><笑>三島なの？あの三島由紀夫じゃないです。あの三船太郎が演、ね、じたときに、声を出さずにバタリと行きましたけど、普通はそんなことなくて断末魔の叫びを上げるじゃないですか。ね？にもかかわらず奥さんは あーのー警察が来てからまず第一発見者はこの前の奥さんのあーのー旦那さんのお父さんが発見して警察呼んでからよっこいしょって出てきて「いやーなんかあの上で寝てました」<laughs> え「えゃっやっべえな。だって旦那本当にそれそうなんだったら旦那とてつもない自らドーンってやって。 のたうち回っただろうし大きな音もしたらうし叫んだけどなんと3歳と1歳の子供がいるけどすやすや寝てました気づきませんでしたうそーんっていうまあ、これが疑惑1で2番目何か、えー、これがですねあのー、これそんだけやっ,たやっちゃったらもう命が危ない 命を失う量の覚醒剤が見つかってるんですよね。で、それやってたと、その旦那さんがね。だけど、それだけの量の覚醒剤をやると、どうなるかというとですね、ふらふらになるんですよ、ふらふら。で、ふらふらになっちゃって、ふらふらになっちゃってる状態でですよ、あの、ドシューってやってるのは無理です。ないよね。でどううう考えててもも無理だろうっていうでこれもうまず 木原さん関係ないですこの時点では皆さん、ね、この時点でもうなんか何これ、うん、っていう事件でさらにこれが2006年の段階で不審死になったんだけどもこの時点で警察がまたおかしいだけども2012年あ2018年12年後の2018年に再捜査をやるっていうふうになった時にどうして警察が再捜査をするようになったのかのポイントが2つあります。1うん 自ら自分でこんな風にドーンってやれるのかっていうのを日本最高のエフラン大学であるですね東京大学に持ち込んできちんとデータをね見てもらったんですよ。うん、でさこれこれはちょっと無理だろうとっていうふうにそれは無理ですよね出たのとこのなんかね X 子さんの、まあ、当時のなんか交際相手なのか知り合いなのか分かんない人 Y さんという人がいるんですけどこの人に電話をしてる。うん、なんと電話をしたか。 私旦那がやれって言うんだったらやってみろっていうふうに言われてナイフ渡しちゃったからやっちゃったのどうしようっていうふうにっていうふうに Y さんに喋ってるのを Y さんが X 子そう言ってましたよっていうふうに警察に言ってるんですよ。うん、にもかかわらず捜査が再開されたけど捜査縮小で立ち消えになったと。このタイミングで木原さんは「週刊文春」によると。 なんで12年前の事件をじくり返すんだよ、もう12年前の事件なんても、まあしま、もう,もう10年前にやってくれたら俺こんな女と結婚しろよと、こういう風に大変正直であるし、ことを発言されていて、えーまあ、ここで潰したんじゃないかと、というように匂いがあるんですよね。うん、で、これがまあ荒ましです。もう確かに木原関係なく、これもう何なのっていうぐらい意味わかんないでしょ。で、さらにそこに、 どうして今になって蒸し返したのか文春のネタ元って何なのにもかかわらず、テレビ、マスコミ、ね、あの新聞は、広末涼子はけしからんというふうに言うくせに、木原に関してはシ因なんでなんでっていう、こういう状況があります。でちなみに広末涼子さんはダブル不倫です、ねえー。木原誠二さんは、 えっと厳密には不倫が、あのこれ、時系列で言うと、ですねまず結婚する前に、えー、X 子さん、今の奥さんとご結婚されて、子供が生まれた半年後に愛人も子供ですよね。おっ <laughs>、あれこれ、同時進行でさらにこの同時進行で結婚する際に、なんか料亭のお嬢さんがなんかと結婚する予定で、結婚式の招待状も出してたけど、これもす、え 三つまたえでさらになんかあのもう一人いたんじゃないかっていう話とかも出てきてですねいやこれもう明らかに異次元の不倫でしょうとでも広末は大々的に取り上げられて木原はなんででこれが安倍晋三の疑惑だったらまだ分かりますよ木原ってそんな偉いのっていうのとかを含めてなんかね木原疑惑は本当にもうなんかスタートからして意味が分かんない謎謎謎謎謎だらけ で本間さんに今回聞きたいのは、ね、なんでテレビを報じないのっていうところです。どうしてなんこね不思議だね。そんなに大物でもないと思うし。<laughs> そうよ。うんうんでまあテレビがその自民党のあれをあの報じないのは、うん、あでも多分ねあのー、俺が考える理由としては、うんうん まさに新人さんが言ったように、うんうん、木原自身が犯した問題ではないかうん,うん、うんああ。そこで気使っちゃうんだよ。なる,なるほど、なるほど、なるほど。うん。あの、木原のがもしよ。木原がもし奥さんをそういう風な感じで、<laughs> <laughs> 奥さん亡くしてたとかなったら、おこれはお前もう大はしゃぎでテレビ局がみんな駆け寄ってくるけど、さすがにさ、 その、おえっ、ー、と、今の、んえっ、ー、と、奥さん。今の奥さんと出会う前の,の、今の奥さんが前の旦那さんっていう、そううん、のも、もう<お>本当、人物相関図作った方がいいのかなっていうぐらい、ややこしい。うん。うん、だから、多分、テレビ局としては、その、ちょっと扱いにくい。うん、で、えっ、ー、とー、これが例えば、 なんだけど、うん、あのほら。その。えっと。亡くなってしまった旦那さんのお父さんが記者会見するって話があったでしょうん、うん、でもそれなくなっちゃったみたい。なくなっちゃったね。あれなんで。なくなっちゃった。ね。うん、でも。例えば、それをやって。うん、で、えー、っと、その奥さんに対して、なんか訴訟を起こすとかさ。うん、なんとかっていう形になったら、これはテレビも取り上げざるを得ない。ああ、なるほど、なるほど。 でも今のところ騒いでるのは文春だけなんで。しかもそれは、えー、っと、まあその奥さんが限りなくどうにも怪しいっていうのはあるとしても、うん、あと、木原っていう人,人間の人間性を追いかけててさ、うん、同時三ツ又男だったのか四ツ又だったのか、さすただったのか分かんないけど。もうそういところがオクトパスだったのかイカだったのか。 もううういいみたなそ感じ、うん、まあ多分そうなんだろうけど <laughs> あの多分そうだと思うけどうあのー、それってさあのまあ広末はさやっぱり人気者で誰でも知ってるから、うん、あんだけの大問題になるけれども木原なんてさ別にさ普通の人知らないでしょ。まあね 安倍なら知ってるよ、俺はみんな。いや正直、安倍晋三さんですら、撃たれてから、あの人、総理大臣だったんだって知った若い人はいると思うよ。いや、若い人だけじゃないね。うん。うん、まあ、総理大臣辞めてたけどな、うん、撃たれた時はさ。うん、まあ、あのー、ちょっと、玉としては、だから、なん忖度をしているっていう感じじゃないような気がする。なるほど。うん。あのー、冷静に考えてみると、 木原が起こした事件の話ではない。う,うん。まあそれはそうことですね。おっしゃる通りですで。うん。で、えー、っと今一だからちょっとそのいやこれやっぱりさ。 今さ、清水さんが長々説明しないと分かんねんだ、この話は。いや、もう私もですね、木原誠二さんのネタでですね、もう一体何百万回再生されたんだっていうぐらいですね、やってるので、もうどん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 ,どん回を重ねるごとくですね、みんなに喋る説明がうまくなってる。タに水でさ、いや、もう、わ、あのー、かりやすくなってきたんだけどさ。<laughs> でも正直、えっ、ー、と、こんなの全然、あのー、うまくなっても人生何にもいいことないです。な,ないけど。ないです。 あ,あのあいつとそいつと友達になれるかもしれないじゃん木ギさんと木原と友達になってさポケットに手突っ込んだまま「ああしめずだ、うん。ああまだありがとうな」って「うるせえ亭主」って,イシーって言います私次の疑問があるんですよ次の疑問がうんもう一個皆様もうお忘れでしょうがこの人のお顔を思い出してくださいお<う>はいこの人 誰かか覚えてますか<私>はいこれはですね文春に「元祖ゲスフリン宮崎健介議員」っていうですね書かれた、えー、方でございまして <laughs> でこの人は何なのかというとですねまああの奥様。 この人もね、うん、奥様が議員もう確か奥様も議員だったと思うんですけどもうう、ね、す金子さんです金子さんです金子さんねえー、議員だったんですが、うん、えっとその奥様が妊娠中にあの不倫してたっていうことで議員辞職ですよ皆さん不倫って。うううん、でえきじゃあの分かった分かったテレビはあの木原がやったことじ,じゃないから分かったそれだけどどう考えても。 不倫はしてるだろううんえなんで叩かれないのなんでどうしてっていうところがですねあのすごく疑問です少なくともうん、中川経済祭産業政務官はですねあの政務官を辞任してます不倫報道でうんなんでなんであるってねーのこれほら 奥さん公認でやってるから大丈夫だ開き直りがあっん,じゃんえっと、それはあの、木原さんが開き直るのは別にいいんですけど、もう、えっと、木原さんが開き直ってたら OK なの、日本のスプリンってそういうもんなの。ああ、そういうもんだよ、日本の場合。うん いやそんなバカな不倫は不倫だと言いたいところなんですけど残念ながら特に多分マスコミのおっさん軍団とかそう思ってると思う。思ってるんあ嫁がこう認めてんだろうってそんなのネタになんねよああ羨ましいぐらいの月マスコミなんじゃねえかっていう疑惑がございますけど <laughs> いやあのー、要するにあのー、その辞める人はね、うん やっぱりいろんな理由があってやっぱりほらせ地元のさ、うん、選挙事務所の,あの講演会とかからもうふざけんなって言われて、うん、それで辞めるっていう場合が多いじゃないうん、うん、選挙戦えないから。でも多分木原の場合はあのー、選挙講演会とかも,もういいんじゃねえあ,あいつあいつねああいうやつだから多分さ OK、うん、なんだよおそらく。うんうん、まあ多分でも実際のところ昔からやってただろうって。 うううんそうそ,うそ,うそうじゃあそれではですねこれあのー、7月14日に公開する予定の安富さんの会のサムネでございます、うん、妻の P ン疑惑報じないテレビたち文春法炸裂権力者が隠蔽キハラマスコミ沈黙、えー、それではちょっとあのー、拡大してはい <laughs> はい、えー、これキハラさんなんですけど皆さん誠心誠意って字が違うだろう <laughs> いやあそこじゃないんですよ。あのあまず一番上に自民党公認って書かれていて下にきえ誠心誠意政策で日々の現実暮らしを守る政治と書いてますがもっ,もっともっともっと重要な部分があります。もっともっともっとジ重ル<う>はい。ここですここ。うんちっちゃく入ってるな。ちっちゃく入ってます。はい皆さん拡大します。公明党推薦だよ。統一教会入ってないんだ。 ドイツ教会は関わわりりあったというふうふに言われておますしかもこれまたねあの東京の西の方でそういうお宗教が盛んな方の,あの選挙区なんですよこの人20区で公明党推薦<ー>で公明党って不倫にそんなに寛容ですかいやー結構きついねそうでしょう <laughs> まあしかもまあ次の選挙はさ公明党党都内は推薦しないって言ってるからうん うことはもう木原君も危ないねつうでも応援できない、うん、で公明党も応援できないうんとなると実は木原さん何う,ピンチうんピンチでいいいねいい感じになってきたじゃん、うん、あの公明党なんでね不倫に寛容じゃないかっていうと理由簡単であの公明党で選挙の時一番動くの不婦人部なんですよ <laughs> これはちょっとねー 池田対策先生の人間革命を実現するためにも木原くんを多いお,お,おえって言っちゃうじゃないから大変はできてい <laughs> まあ池田対策もな隠しもが何人かいるって言われてるけどな。うんあれどうなんだろうねうんいや何のことをおっしゃっているのか池田対策先生はまだご存命ですしね人間革命のために日々活動されているじゃないですか <laughs> そうだなえちなみにあのさっきのゲス不倫騒動、あれ自民党推薦なんですけど、えー、総理と自民幹部、公明に不倫辞職議員、平誤りっていうことで、これ、<laughs> <laughs> 総理平、平誤り。恥ずかしいよね。<laughs> ねえ。ね自分がしたわけでもないのに、ねはいで。さらに、公明党だってね、<laughs> あの熊野議員がセクハラ報道に山口代表謝罪と。 いうことになってで熊野議員確かこれ辞職されましたよ。公明党の議員ですが、うん、厳しいんだよここはうん、うん、で公明党のなに議員の公明党にもなんだって嫁公認でやってんだから大丈夫でしょう行くと大職には愛知か国知か何人かいるでしょとかって言ったら手伝ってもらえない <laughs> に二度と手伝ってもらえないのよ絶対無理 <laughs> は無理だと思う、はい <laughs> というわけで。うん、ああのー、だからうんあのー、そうだねなんでこの不倫が追及されないのかっていうのはちょっとまあ謎っちゃ謎だけどう、ね、まあちょっと手が出しにくいんだろうな今な今さっきから言ってるように、うん、自分の事件ではない。うん そそれとその不倫相手から訴えられてるとかっていうんだったらまだしもまあ、不倫相手なのか本妻なのか,めかうんこれもまたややこしくってですねあの愛人の A 子さんはですね文春にもダダボレで情報売ってるにもかかわらずその報道がされるとなるとなんか「黙っといて」っていうふうに記者クラブになんか通達とかやって「な何な,なんじゃ君」っていう。 ちょっと危ない感じで、うん、ちょっとなんかねえ子さん。だからさそうだから裏取りにくいじゃない。うん、昨日あの木原の野郎あの四つまたもかけ上がってって言ってんのに、うん、例えばそれを報道しちゃった後で、うん、もう一回あのインタビューに行くと「うん、私そんなこと言ってないわよ」って言って大変な騒ぎになるというね。うん、ちょっとやりにくい相手ではあるまあちょっとっていうかだいぶね。 だからそうなるとテレビ局も防衛本能が働いて、うん、ちょっとこの問題はもう,もうちょっと白黒がつく,るつくまではうちはやめと,いとこうっつってこうやってこう周りを見渡すわけよ。こうやってあ、うん、あフジも NHK もまだやってねえから大丈夫だっつって大体そういう感じなんだよね。<laughs> もうほんま腰抜け野郎やな本当に。 ねえ、だからテレビ局もさ、どっか一曲ぐらいはさ、うんうん、しのぐようなところがあっても面白いんだけど。いや、面白いよ。でも今はみんな、ほぼ。まあ、そうね、まあ、唯一、あれじゃない、うん ?TBS がなんとか面目を保ってるって感じだよね。ギリギリ。ギリギリ。ギリギリ。 面目あのー、要するに報道特集でさ、うん、あ,のあれはダメよ昼間の、あのー、ワイドショーとかなんとかっていうのは、うん、全然 TBS だって全然ダメだけどまあギリギリ報道特集があるから統一教会問題とかさ、うん、ジャニーズ問題なんかも一応はやってるっていう面目は保てるだって最近木原誠治のがですねテレビに出た話っていうと TBS の CS 番組で いやー健康保険証の、ね、廃止の方針変更ありませんから健康保険証絶対廃止するからマイナンバーカードを持ってくださいねプリン知らんいこういう感じやで <laughs> で、他にもあのテレ朝でさ、うん、あのー、これ支持率が下がった時にですね一気一憂し深刻に受け止めるうべきっていう謎のあの発言をしてるんですよ一気一憂し深刻に受け受け止めるべきってどういう意味なんて思いません、うん、これいつの話 えこれあの去年の12月28日うーんあの一喜一憂して、えー、深刻に受け止めるべきと何を言うてんねんっていうか日本語の使い方やっぱエフラン大学出身だからダメだね東京大学っていうエフラン大学でしかも最高のあのアホ学部っていうところ出てますからこれは良くないですねもしかしたらあれですよあのアホ学部テニス学科かもしれませんよ本間さん おじゃあ俺の友達だね、うん、<laughs> テニス部だったかどうかは知りませんけどあの皆さんあのよく自分のことをですね「アホ学部テニス学科」というふうに本間さんが自虐で言われるという、うんはい、うん、まさに自虐ではなか本当だんだねいやいや違うでしょう本当にちょっとアホ学部テニス学科だったで <laughs>、うんでまあそれを今週練習の合間に授業を受けるっていうね <laughs> 感じでしたよまあでも何な,な,なんだろうな この,木原のまあちょっとやりにくい相手だねうんもうちょっとだから<し>、えー、この奥さん関係、うん、えっと札幌関係の話、うん、もうちょっと具体的に出てくるとかねうん <laughs> なりゃねだいぶ状況証拠的にはきな臭いものが揃ってますけどね臭すぎるき、ね、な臭すぎるでしょ <laughs> 相当な剣の達人でもない限りさ、あはあ、私からお前、こっちまで下ろせないよ。いや、もう、正確には頭上から、こう、なんか、こんな感じ。え、空竹割りみたいな感じなのそう、なんか、だから、えっ、ー、と、あのー、なので、次元流の使い手かなんかが、<お>この、しスターっていう、薩摩の敵は日本の敵、みたいな感じで。 をやったのかあるいは自らやったっていうんだったらの、ね、大日本帝国最後のリクルン大臣アナミコレチカの覚悟と胆力がえ安田さんにあったのっていう普通の人でしょ普通<あ>いやでも普通の人は覚醒剤使わないからあそっかうーん覚醒剤打ちながらの次元流でチェストを切って打ち下ろすのいや <laughs> 無理です それ,はでそれで何奥さんもあのなんだか分かんないけど Y さんに対してなんか旦那と喧嘩して「あのやれるもんならやってみ」って言われてナイフ渡したからやっちゃったんですって電話すんの一緒にやってたのなもう意味が分かんないもう,う臭すぎるんだよで挙句の果てに警察がそこまであんのなんか分かんないけどあの自ら命立ったんでしょとかってすごいね事件化しなかったってすごいねまあ一応未解決事件として コールドケースとして残っていたっていう感じですけどね。まあでもどっちにしろ一人でやるのは不可能だよね、うん、普通考えると。うん、誰か必要だよね。うん,、うん、うんまあそれがさ奥さんにじゃあ女の腕でいきなりそれができるかっつうのもあるしね。うん。<の>やいやこれでしか,か。 何か何か変だよね。で、あとあの今回の事件であんまり報じられてないのが指紋取ったのっていう。で、これもあんまりなんか警察がもし取ってないんだとしたらなんか不思議じゃないですか。うん、うん。だから本当臭すぎんだよ。だからなんていうの？警察としてはさ、うん、初動捜査がいい加減だったっていうのがバレる。うんうん。うんうんうん あんまり話題にしてほしくない。で、その時は奥さんはだって木原誠治とは何ら関係がないわけだ別に警察としては忖度する必要は全くない。うんうん、ただ、書道がいい加減だったっ。なるほど。で、勝負だってその時は木原とは何ら関係ねえわけだから。うん、ってことはやっぱり書道がまずすぎた。うん うん、ああこれはあれだ自分でやっちゃったんだ、うん、自分でやった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 ,やっ,た,やっ,たっつって、うん、であーちょっと今日はもう暑いから自分でやったことでいいやっていうことで、うん、なっちゃったみたいなさで<た>そこに10年後に12年後に聖 <laughs> 地がやってきて <laughs> 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 この警察が自ら隠したい汚点を、うん、えっと。 木原も、なんで俺ラついてねえんだ、バカ野郎っていう、<laughs> 木原の汚点が重なって、今、警察はうまいこと、なんとか逃れようとしてるっていうさ、うん、まあ、そっちなんだろうね、きっとね。うん、つまり、あで警察はとにかくさ、ごまかしたいんだよ。いや、腹立つよね、ねそれは。ああ、これ、お父さんがさ、自分、うん、ね、 あのー、記者会見の何で読めちんっ亡くなった方のね何、うん、で読めちゃったのかよく分かんないけど、まあ、そういうのこそまさに政治的なさ、うん、圧力を感じるよね、うん、その、ね。感じる感じる、うん。警察がそんなことや,るわけやったって別に大したじゃない。うん、やっぱりこうそのお父さんの仕事関係とかああ何らかどっからか人的な。 関係から、うん、そういうことはやめておきなさいみたいなプッ、うん、があったとしかもちょっと思えないそうねなんでやめちゃったんだろううん、うん、まあそれも多分文春がまた乗っけると思うよ、うん、父の父の道国とかさ <laughs> ねそういうタイトルで父怒りの告発とか多分やると思う まああとはこの文春に載ってるその愛人英子さんの録音データがあとどれぐらい残ってるかですね。今はもう口チャックだと思うん、うん、だけどなんか知人に喋ってる内容全部録音されてそれが文春に売られているというですねこの状況なのでこれはこれで結構やばいですよね。よくべらべらしゃべるしそんな話人に話すのも変だと思うけど。うん それをまた録音して文章に売るって <laughs> ちょっとこうもうや <laughs> なんていうかもうなんかあれないのなんかこう信頼感 <laughs> そういうなんかないんだ <laughs> ちょっと悲しいですねそのうんな悲しいっていうのはその愛人英子さんとかなんか。 大丈夫かっていうそういう人間関係で全く大丈夫ないんじゃないのい大丈夫だ大丈夫だえあれ?うん「文春の見出し」うんあれそういや父怒りの告発、うん、いや違う違うあのさっきのあの私が見せたやつって これねこれは電子版なんですよ。のう、no. 電子版に関してあのこれ黒い矢印の3番目見て読んでください、本場さん。読めますうんち、ね、ちょっと字が小さいな、えー。では拡大したいと思います。えー、はい、グイグイグイ。ーン。<laughs> うん、大学ではテニス。あアホテニスあっ にさ、おばさん、後輩じゃないですか。<laughs> あ、法学部テニス学校の後輩です <laughs>。まあ、ちょっと大学にかなり開きがあるんだけどね。いや、向こうはね、あの日本最高のエフラン大学ですからね。うん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 。本間さんの大学の方が上ですよ。あ、そこがエフランだったら、うちはまさにゼットランクだな。いや、何を言うてるんですか。ね、独協大学出身者がどれだけの不祥事を起こしたんですか。 東大の方が多いから明らかにそういう観点から見るゃねどう考えてもど協の方がいいよど、まあ、大人、ょうはおとなしいからね何にもできないからさなまあそんなこともないんだけど<じ>、まあ、ちなみにあの木原さんはですね、えー、高校卒業東大法学部に進学して名門テニスサークルトマトというところで主将を務めて全国選抜のダブルスのトーナメントで3位になったらしいですよトマトって有名だよ、うん、東大のとった確かに、うんうん、聞いたことある つまり木原さん分部両同、うん、そここに男の強さも相まってうんすごいですね,っす,ねすごいですねもういいよ木原さん映画ちゃんとかと出演したらいいんだよもうそういうネタでいけばいいんだうんラ<ー>ケットも強かったけどバットも強かったっていうさあさあさあさ下のバットも強かったそしてこれがあの東大トマト 学内最大にして最強テニスは東京大学という日本を一応ねあの誇る最高のエフラン大学のくせにホームページが昭和感昭和ねえけど平成初期って感じですねこれなんか何これ <laughs> ダサいんですけどダサいんですけどだいぶダサいってだいぶダサいよ何なんだよこれでそしてあのこんなところにまであの 東大トマトの皆さんすいません。えっと、あの、あなた方は何も関係ないですけど、はい。関係ないなす。すみませんでした。はい。ああ、まあ。で、木原を訴えたのかよ。文書ね。刑事告訴するとか言ってたけど。うん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 。あの、したっていう話、あの後来ないよね。しない。うん、ないね。うん。ないね。うん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 。したら面白いと思うけど、しないだろうなってまあ。 うん、まあそれであれじゃない、うん、えっと岸田首相もさ別に彼がそんなにすごい重要なあのー、存在とも見えないしさ、うん、まあ夏から秋の内閣改造で首かさよならさよならごめんねバイバイバイバーイってバイバーイ うん、息子っていうのは木原さんの,あの息子ではなくって、えー、翔太郎君のことですよねそそううもいなくなったし <laughs> あのちょっとこうだらしないやつらみんなとりあえずまず一発切るという感じでうんまあでも,もそんなことやったってあの多分あの支持率上がらないと思うけどさ。いや上がらんだろそれで。 うん、やっぱりマイナンバーがちょっとひどすぎるからさ、うん、マイナンバープラス保険証の部分があまりにもひどすぎちゃって、うん、ねんなので、だってそれで人を切ったけど、結局マイナンバーも保険証もだらだらそのままやります、あまあ、保険証は来年やめますみたいなのを継続してる限り、俺、もう、あ,のー、あれが支持、支持率が上がる要素はないと思うけど、ね。 だからこのままだと秋に解散とかっていったって厳しいんじゃないかないや無理でしょね普通はね、うん、だってこの間えー、っと6月の末、うん、に解散するかもーっておわって盛り上がってた時もさ、うん、まだマイナー問題がそんなには燃え盛ってない時だったからうん、うん、それなのに 岸田がさあちょっと支持率下がり始めてやっべえかもっつってやめたわけじゃん。うん、なのにさその理屈で言えばさど、うんど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 ん支持率下がってんのにあきってさんってお前すぐにやんないだろって,ってやらんやらん無理無理。だよね。うん、そうはできないと思うんだけどな、うん、まあほんとメディア特に新聞ってあの新聞ってさやっぱり今回も思ったけど あの新聞ってやっぱりほら、新聞、ま、テレビもそうなんだけど、うん、特定の党の担当者たちっているじゃない,い,ます、ね、い自民党担当キャップ、うんうん、自民党担当部、<あ>いあみんな持ってる、うん、そうするとさ、もうさ、そいつらがさ、解散・総選挙近しってなるとさ、みんなもう、色めき立っちゃうんだよね、うん、やった、これが俺の仕事だみたいになっちゃって、一斉にあることないこと書き始めるわけよ。うん それで、いや、ちょっといくんでも無理なんじゃないのって、普通の人でも思うよう、思うはずなのになんだかわっしょいわっしょいやるやるから、うん、そうすると、あのー、野党のあの議員たちもさ、うん、え、だって何、なんだかみんな書いてるけど、じゃあやっぱり危ねえのかなーっつって、うん、なんかわさわさし始めて、なんかこう、マッチポンプを繰り返すみたいな感じでさ。 選挙やったりもするわけでなんかやっぱなんか本当今回もだってね朝日も読売もみんなさまあ読売なんか特にやりたがってる雰囲気があって何んん、うん、かこうああいうのってああいうので毎回毎度毎度ああいうことやってるけど、うん、新聞社もそろそろ考えた方がいいのと思うけどねまあそれぐらいやらんと売れへんねんろうなまあね あののー、そそうそのまあ選挙の時はそういうし報道関係はまあ一応売り上げが立つうん、うん、っていうんで昔から伝統的にさお祭りだからねはっきり言って、うん、彼らにとってはさどこの政党が勝とうが負けようが関係ないわけねはっきり言ってまあただ選挙になったら次は木原さんは公明党の応援受けられんのかっていうと厳しいからもう かなり厳しいよねでかつ内閣官房副長官も、うん、もし内閣改造で外されたらえっ、ー、とこの人ってなんか選挙も応援されないし、えー、となんか,か内閣官房副長官外されたなんかそういう人でして選挙に出る、うん、落ちるんじゃないかもこれで期待したいですねまあでも落ちたってほら、うん、あそこ行きゃいいんだろ銀行兄貴のところに兄貴のところみぞ銀行 伊豆銀行に行にってさ、うん、また1年に3回ぐらいあれ ATM 止め,た止めたりしてでねあのまあしかもね木原首切ったって多分これで内閣支持率上がると思えないんだよな。あのね、木原さんの首を切りかつマイナンバーカードの解決をあと1ヶ月で全てやりきり。 で、えー、っとウクライナ危機を岸田さんが治めってやればなんとかなるじゃないですかね。う <laughs> <laughs> んとなんか聞いててもなんともならんとしか <laughs> まずマイナンバーカードから無理だなあ、まあ、マイナンバーカードはだから、うん、マイナンバーカード自体の問題もあるけど、うん、やっぱ保険証さ来年の秋にもうなくすっていうのはあまりにも荒っぽすぎちゃって。うん うん、なんで廃止しなきゃいけないのかっていうのはさっぱりわからないわけだよね。うん、で、それによって特に被害を被るのは健康保険証をよく使う人、つまり高齢者、うんで、その人たちに対する救済措置がないっていうね、今の状況だとか。うんそれは えなんかやっぱり自民党、やっぱりあれか10年以上政権担当してきたから、うん、麻痺してんのかな。うん、要するにほら、そんなことやったって、どうせ選挙ではね、国民はアホだから自民党に入れてくれると。うん、っていうふうに思ってるとしかちょっと思えない。とうやばい橋を渡りつつある。うんうん だって自民党の評伝である高齢者を痛めつけて、うん、彼らがあのあ怒り狂って自民党に票入れなかったら本当にゲアしちゃうぜっていうさ、うん、話なのになんだかえそんなお前あれでしょってあの何、えー、マイナ,ーカ,マイナーカードに健康保険証をあの紐付けられないような長尺なやつはいらねえみたいなさ <laughs> 大丈夫、大丈夫、資格確認書をくりつけてやるから大丈夫だみたいなだったら最初からやんなよっていうもうなんか意味がわからんってなんかもう河野くんもさちょっと錯乱してるよね <laughs>、大丈夫、あのなんかご登録は大丈夫だとね、ご登録に関してはもう大した数じゃねえんだも大丈夫だ、大丈夫だこの野郎って <laughs> あの態度がまたよくないよね。<laughs> はいで こうすげー問題が出てきてこれあんままだ話題になってないんだけどちょっと本間さんにお伝えしておくとマこれね,これね800万枚がどうしたとか8800万,万,万枚中すでにお亡くなりになって廃止されていた500万枚が計上されていたって,言って500万枚って覚えた500万枚でも問題になってるレベルのところにも。 あっかいやこれはやばいな消えた年金になってきたな何かもうゾンビカードみたいな感じになってる <laughs> えな亡くなった人のデータが500万枚そのままい生きてるふうになってるのだからそれをねあのもう要するにお亡くなりになった人の分までお亡くなりになると廃止になるじゃないですかで、うん、それが500万枚分計上されていてでそもそもいろいろ不思議なの。 ちょっっとと待ってと500万枚ん500万人ってマイナンバーカードがね交付されてからそんなに人ってなくなるもんですかっていう少なくとも1年間でうなくならないよこんなの取得率とか考えるとででちょっと異常なんです一気に伸びたのはこの12年だからその12年の間に日本人って500万人も急に自然減したんですかとか。 すると、もう数え間違いからしておかしいんじゃないかというところに入ってきたニュースがこちらでございますはい、マイナーカード交付率101%の新潟の村最終形するとすいません80%になりましたっていうだんだんだよこれって言うんですつもう <laughs>。というわけであの木原関係なくですねもうマイナーカード問題とかでだんだんダメになっていっていくんだろうなと いう中ででそもそもなんで木原問題がこんなにねあの取り出されているのかというとですねちょっと本間さん懐かしい人を締めに持ってきていいでしょうかどうぞはい<る>あのー、オリンピック問題でね女がいるた会議長いんだよと言ったあのお方ちょっと久しぶりにご登場いただきたいと思いますあそれではどうぞどうぞ森喜朗先生のご登場でございます はいえー、森喜朗です、なんか知らんけど、急に岸田首相に対してね、共同通信のインタビューとかで批判したり、あとあの岸田首相の母校、早稲田、まああの、うん、森さんも早稲田じゃないですか。うん、で、あのなんていうかですね、これ、悪口、批判、言ってるんですよ。<ー>で、森喜朗って、まあ一応安倍派の後見役って言われてるじゃないですか。でそうすると こういうところでぐちゃ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 自民党が割れてきてでその一端として木原のものもボン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 文春にね記事が入ってるっていう流れとしてもあるんだろうなと思いますて<ー>、うん、まあね、うん、あのお家芸の派閥構想、ね、派閥構想がやっておりますお家芸さ、はい、野党が弱いと内部でお家芸をやるといういつものパターンだなうん、うん まあそういう感覚で見ると木原官房副長官って生贄としてはちょうどいいんですよね、うん、官房長官とかじゃ全然ないし でさりとってなんか自民党の1、2回生の議員なんかなんか狙ってもどうでもいいしなんか五回生の割にえらい出世してるやつおるなというふうになるとです、ね、<laughs> とりあえずこいつ引きずり下ろしとくかみたいな感じでまあまあそういうあの派閥争いの生贄ににもなるけどでもそれにしても冒頭で述べましたけど意味がわからん。 というわけで、えー、今日はですは、ね、本間さんとマスコミ、なんでこれ報じないのっていうのと、秋原問題についてですね、えー、ちょっと語らせていただきましたが、まあ、あまりにもマスコミが腰抜けのせいでですね、ねあのチャンネル登録も28万人を突破しまして、それはそれでありがたい、ねで。さらにオリンピック問題でもですね、マスコミがあまりにも腰抜けすぎたので、本間さんが得ダネを打つということにはなるんですけど、もうちょっとしっかりしてほしいかな、マスコミの諸君は。 と、ねうん、いうわけで、えー、本日も本間さんと話をさせていただきました。というわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくそれではどうもはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですねで本も広告がされません皆様のカンパがないと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいのでぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします 現金もクレジットカードもどっちも対応しますよろしく今日も読書それでは